リーグ戦3試合勝利なしで11位まで順位を下げた京都サンガ FC、 ホーム西京極に7位アビスパ福岡を迎えての一戦です。試合は序盤から出足のいい福岡が仕掛けます。開始1分、武田英二郎がこの位置からロングシュート。20分には三島がクロスを入れると、バヤリッツァーが処理を誤りオウンゴール。福岡の序盤のプレッシャーに屈し、京都が先制を許します。反撃に出たい京都もその2分後、伊藤優太がドリブルで仕掛けシュートを放します。なおも京都、34分工藤のパスから大室、しかしここは神山がファインセーブ。後半1点を追う京都、62分に新加入のドーグラス、74分には山瀬を投入します。すると79分、山瀬のコーナーキックから折り返しを酒井、オンゴールのバヤリッツァーが汚名返上のアシスト、京都が追いつきます。京都はさらにその2分後、石光のクロスにドーグラス、加入後初ゴールは貴重な逆転弾、京都がリードを奪います。京都は試合終了間際にも大室が追加点を奪い、これで勝負あり。采配を的中した川勝監督は就任後リーグ戦初勝利、後半足の止まってしまった福岡はこれで3連敗となってしまいました。